今まで動かしていたんですけれども、この度ね、チャチャコマさんが新しく絵を用意してくださいましてですね、ライブ 2D の方、この子動くようになりました。ちょ見て、ほら、どう？動いてる。限りなく本人に近い。限りなく本人しか服、顔、共に含め、限りなく本人に近い。まあ、羽は生えてないけど、服装も、まあ、大体普段のまふまふっていう感じで。ちょっと目開いてないのはちょっと 僕の顔が、ちょっと寝起きで目開いてないからなんですけど、限りなく近い、いい感じに描いていただきまして、たまに、このかっちょいい絵を、かっちょいいライブ 2D で配信していこうかなと思います。ということでですね、なんかこんな感じで動く。で、なんか、この子の顔が、笑わなくて、なかなか。なんか 多分本人の笑顔が下手くそだからなのかもしれないんだけど。あ、どうどう、笑ってる？ほら。笑ってくれ。笑った。すごい、ものすごい笑わないと笑わないな。という感じで。かっこいい。かっこいいな。ちょ、これさ、見て。これさ、あ、なんか足が ちょっと待ってね。ちょ、見てほしい、これ。もうさ、ノイズみたいなの走ってるじゃん、羽とかに。これはそのまふまふがね、もともとそのデジタルの世界と現実の世界を行き来するというモチーフでずっと活動してたからさ。それ知ってる？みんな。みんな知ってる？それ、そのこと。その、この顔のさ、バーコードがピッてなることで、デジタルの世界に入るっていう話知ってます？みんな。で、それで、そのデータになった僕っていう感じで多分書いてくれてて、このね、黒の、天使の輪っかの黒も、この打点をした姿。僕なんか知らないけど、よくさ、その、なんだろう、ビリビリ動画とかでさ、なんだろう、あだ名みたいなのつけられるんだよ。そう、僕、ビリビリ動画だとさ、天使って呼ばれててさ、普通に天使って書いて、僕のあだ名みたいな感じになってるらしいんだけど、まあ、そうじゃなくて、なんか僕、堕天使なんですよね。もともと。堕天使ってずっと名乗り続けてたんですよ。なんだけどね、あんまりね、その堕天の要素はね、誰も 覚えてくれてなくて 純粋な綺麗なところばかり。米ご飯